美味しく食べて痩せましょう。無添加の食材トップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは1つ目の項目です。なぜこの無添加食材を食べると痩せることができるのかということで、今回は無印良品さんで選んできました。痩せるポイントはもう2つに絞っています。今回はですね、1つ目はこの食材が腸内環境にとても良いものだからです。そして2つ目は無添加であること。やはり添加物たっぷりのものを食べてしまわれますと、いくらダイエット頑張ってもね、根本的に痩せ体質になることができないからね、もう私は毎回毎回声を大にしてね、もううるさいほどお伝えしてるんですけれども、これ本当大事なんですよね。ここを見逃してしまってはね、もったいないですよ。なのでよくね、これはダイエットにいいんですよっていう食品お食事紹介されてると思うんですけれども、そもそもその材料に添加物がたっぷり入っていたら、いくらその食材が痩せる効果があったとしても痩せれないんですよね。ここすごくね大事なポイントになってきます。ですから例えば化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料などなど、こういったものが入っていないものをまずは選ぶというところからダイエットをスタートさせていただきますと、根本的にね痩せ体質になることができるんですよ。では2つ目の項目です。何を気をつければ良いのかということで、今回は食品添加物について簡単にねお伝えしていきたいと思います。要するに添加物を取りますと、あなたの腸や肝臓がもうとにかく負担なんですよ。もう余計な仕事がね増えてるわけですよね。もうただでさえ食べたものを消化吸収しないと、デトックスしないといけないのに、こういうね添加物が入りましたら、もうその何倍も労力がね必要なんです。例えば、まあ、そうですね、まあ、腸の立場から言えば、やっと仕事が終わったと思ったのに、またねこれも頼むねってこう残業頼まれるとか、もうやっと帰れると思ったのに、もうって、ね、あんな感じですよね。なのでやっぱりそういったものを入れないということですよね。そもそもそういったものを入れてしまいますと、結局もう腸が疲弊してしまって、せっかく食べたものがですね消化吸収もできなくなってしまうんですね。なので食べ過ぎてらっしゃる方っていうのは、食べても食べても栄養不足なんです。なので太るわけですね。栄養不足に陥りますと結局太るんですよ。なぜかというと、栄養が取れないっていうことは、痩せるホルモンとかですね、体の機能を作るものがね、そのもう材料がないってね、材料がないのにね、どうやって料理作るのって、それですよね。まずお料理する時で材料買いますよね。それと一緒で、材料がないのにねお料理できないわけです。結果あなたは痩せホルモンが作れない。そうするとどん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 太ってしまうということになるんですよね。なのでここがポイントになります。そして添加物の中でも特にね気をつけていただきたいのはこちらです。化学調味料、原材料名のところに調味料かっこアミノ酸等とね書いてある、このグルタミン酸ナトリウム、これが実は化学調味料になりますから、しっかりとあなたはこれからですね、いろんな食材を購入されるときにしっかりと原材料名を確認して、この文字が入ってないかなっていうのをね見ていただきたいなと思います。はい、あと次はですね、この人工甘味料ですね。もう見分け方は簡単です。もうお菓子とかいろんなもの、ドリンクにも書いてありますけれども、糖質ゼロとかノンシュガーとかカロリーオフって書いてあるのにもかかわらず甘いっていうね、それが危険です。こういったものをカロリーが少ないからと思って、ダイエット向きだと思って食べ続けてしまうと、もうどんどん甘いものが食べたくなってしまう、味覚に変わってしまうんですね。結果やっとそのこの時はねノンカロリーで済ませたものが見当たりないと、脳がねおかしいって言うんですよ。甘いのに熱量、カロリーがないってどういうことって、もっと食べなさいよってねあなたに指令出すんですね。そうするとあなたは食べたくないのに脳が言うから食べたくなってしまうんですよね。味覚もおかしくなる。なのでこういったものが入っていないものを選ぶというのがダイエットの成功の秘訣です。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回は無印良品さんで選んできました無添加の食材トップ3ということで、ランキング形式でお伝えしていきたいと思います。まずは第3位はこちらです。じゃん、
込みご飯の素、ホタテの貝柱と昆布のご飯になります。こちらはですね、ホタテ貝柱とほぐし身にたっぷりの切り昆布を合わせました。化学調味料や香料を使わず具材の旨味を生かしています。ということで、こちら一袋あたりですね、エネルギーが96キロカロリー、タンパク質が 6.0g、 脂質が 2.2g ですね。でこちら原材料名の中にも、ここにも書いてありますが、化学調味料、合成着色料、香料不使用となります。でこちら一袋あたりが 137g 入ってまして、この一袋に対してお米が2合です。それでこんな簡単な美味しいホタテとね、昆布の旨味が効いたご飯ができちゃうんです。でここでポイントなんですけども、白米で作らないでくださいね。おすすめは玄米です。ゆっくりと血糖値を上昇させてくれて、結果脂肪をため込みにくい玄米とか雑穀米とか、そういったもので作っていただきますと、もうバッチリになりますね。でそしてそうですね、まあ、2合ですから、まあ、いきなりね、いっぱい、まあ、美味しいのでね、食べ過ぎませんように、少量ね、そうですね、まあ、ダイエット中でしたら子供茶碗1杯分ぐらいですよ。本当にね、こんなミニおにぎりのこんなサイズを消費しようと思ったら、もうウォーキング30分以上歩かないと消費できないですよね。がいかにやっぱりカロリーを抑えるかっていうのも大事になりますし、運動で作る代謝よりもやっぱりね、内臓です、肝臓です、主に肝臓が元気なだけで代謝アップしますから、そういった形で負担もかけない意味でも、こういった無添加の食材って大事になるんですね。なので今回私が選んだ第3位は、エネルギーが96キロカロリーのこの混ぜご飯の素になります。では第2位はこちらです。はい、同じく炊き込みご飯の素の金目鯛のご飯になります。こちらはですね、金目鯛の切り身が入っていて、またこれも昆布仕立てなんですよね。もうなんと言いますか、日本人でよかったなって本当思いますよね。もうめちゃくちゃね、やっぱ日本食って素晴らしい、私大好きなんですけれど、なんかこういう旨味をね、こう生かしたお食事ができるって、やっぱ日本人ってすごいなって思います。すいません、ちょっと思いをねちょっと伝えたくてお伝えしたんですけども、あと裏見てみましょうね。一袋がね 85g です。で 85g あたりエネルギーが先ほどの第3位と比べて低いです。 85kcal しかありません。でしかもね、タンパク質が豊富で 10.6g で、脂質が低くてね 0.9g しかないんですよね。あとはこちらもね、お米2合に対しての一袋ですから同じですね、こちらとね。ただし白米ではなくて玄米ですよ、は同じということになります。では堂々の第1位はこちらです。じゃん、同じく炊き込みご飯の素なんですけれども、たけのこご飯になります。たけのこに油揚げや生姜を合わせてくれています。またこれも昆布仕立てでね、もうすごく美味しいご飯でした。でこちらももちろん化学調味料や香料を使わず素材の味を生かしていますということで、先ほどご紹介した3位と2位に比べてやっぱりね、一番カロリーが低いんです。一袋 662g 入っているのにもかかわらず、エネルギーがね、たったの 78kcal、 そしてタンパク質も取れます 4.1g、 脂質が 1.5g になるんですよね。やはりこちら選んだのはですね、理由の一つは生姜が入っていることですね。やっぱり生姜は代謝も上げますし、体温上昇、脂肪燃焼効果ということで、女性にとってね、嬉しい効果がたくさん入ってますし、やっぱりね、素朴にシンプルでめちゃくちゃ美味しかったんですよね。まあ、どれも美味しかったんですけれども、もうどれもね、日本人でよかったっていうのを実感できる味だったので、おすすめしたくて選びました。で他にもこの、無添加シリーズの炊き込みご飯、たくさんシリーズその場にね置いてあったんですけれども、今回選んだポイントはやっぱり腸内環境を整える材料だなっていうことと、カロリーがねやっぱり100キロカロリー以下のものっていうのがこの3つたまたま置いてありましたので、見つけてねご紹介しました。他のねいろんな種類、やっぱり大体このエネルギーが100キロカロリー優に超えてましたので、お味は、まあ、無添加でいいと思うんですけれども、やっぱりカロリーがちょっとね高めでしたし、やっぱり洋風になってくるとどうしてもねカロリーオーバーになりますから、今回はやっぱりもう和風ベースで美味しいね100キロカロリー以下のものを選んでみました。さあ、いかがだったでしょうか。
今回お伝えしたかったポイントは、とにかく腸内環境を整える、そして無添加、これがね、あなたのダイエットでどんどん加速するポイントになりますから、ぜひ日頃の食材も今のポイントを抑えたものを選んでみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。